見てんだから。馴染んできてる。もう少し。もさっき外行ってたんだけど、君の言ってた凛とバカか。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。僕の体を着るといいよ。いいのか。その子はいい子だ。ありがとう、お前ら。目をつなげたまま魔像の力をってやるもんでしょ。なきゃならねえから。お前は焦りすぎる。礼は言った。もう行く。お前は白いの凛とカカシの場所はどこだ。僕らはある程度の距離ならテレパシーで会話できるし、ほくどうするよ。くるくる。まずは外へ。カカシの状況は。仲間からの情報だとかなりヤバい。幻体。とにかく凛もカカシも数十人。ミナト先生は何してる。誰。黄色い閃光は何してるって。時にカカシ凛を隠してくれた。凛をオビット、多分これから戦闘になる。その前に少し言っときたい。小さな体に大きな僕の体が覆って保護してるって感じだから。マダラも言ってただろ。シャリンガは左右揃って本来のテンションは俺のが上だ。俺とカカシでリンを守る。先獣とウチハ両方の力が合わされば今までとは違う。雨かと思ったらあれか。仲間から連絡あり。地獄にいる。